久保さん。めちゃくちゃいいじゃないですか、さすが久保さんですね。やっぱ上級者は違うね。き区けを初めて知りましたね。まあ今回ポンコツにしましょうか。ポンコツ。ちょうどポンコツなんで。ポは何だろうなポアポアえちょっと出てこないです。<laughs> ただポンコツ。今まあポンコツでも人生は変えられるよって話ですね。うん。まあポンコツみたいな人生送ってましたよ、僕も。 ま久保さんも、まあ、ポンコツっていう言葉が合ってるかどうかわかんないですけど、借金まみれであの赤字経営の麻雀のお産院だったんで、ただまあ誰でも人生は僕は変えられると思いますね、ポンコツでも。だから一番良くないのは、多分ねね、もういろいろあるんですよ。色々あるんだけども、多分僕が一言で言うならば、あ俺なんか無理。 どうせ俺なんか無理。まあこれでしょうね。う間違いなくこれだと思います。俺にはどうせ無理。いや無理でしょうね。無理なんだから。<laughs> だからそう思う人はもう無理だと思います。もう前提条件として。いろんな人生を変えるためにいろんな要素はあります。だけど前提条件としてどうせ俺には無理って思うんだったらそれは無理ですよねって話です。だから逆に言うと変えられる人は前提条件として俺は変えるって思ってる人です。 その思いからいろいろなことが派生するそしていろんなものが必要になってくると思うんですね変えるために。いってらっしゃい。